南砺市のねもうね、町中華といえば中のね、たまちゃんからいただきました。で、質問内容はですね、Google マップ、まあ、Google マイビジネスですね、 Google マップで店にねレビューつけてもらいたいんだけどね、なかなかね、レビューでを書くっていうことが難しいって、そこで止まっちゃう人が多いと。で、ね、どうやったらね、レビュー書いてもらえるんでしょうかっていう、まあ、そういう質問ですが、これね、実際はね、やっぱ難しい部分がありますっていうのも、あのレビューにコメント書くためにはあの Google マップのアプリとか、まあ、そういうとこから行くんですけど、どうしてもあの Gmailの ID とパスワードを入れてログインしないといけないですね、あれコメントするのにね。でね、おじちゃんとかになってくると Gmail? はて何やったっけみたいな、ね、ことになってそこで止まっちゃうみたいな、でコメントがしてもらえないっていう、まあ、そういうパターンですよね。でこれはねでもね難しいですよ。だってね、あの Gmail、そんなん言われてもわからんわっていう人にね、あのじゃあパスワードを、ね、再設定し直してそれでやってくださいって言ってまあその手順自体ができないから、ね、まあ、そういう人にはなかなか難しいっていう話にはなりますよね。でまあなんで、まあね、一つ言うと、実は見分けるいい方法があって、 Android の携帯の人に頼む。だって Android って Google が作っている、まあアプリスマホなんで、スマホっていうかシステムがのベースは Google なんで、だからもう Google ログインしてあるんですよ、 Google マップも。携帯 Android の人は要するに Google マップから直接もうコメントできるんで、なんか Android の人に書いてくださいって言うとすんなりあの書けるんで、だから Android の人には頼む。で、あとは、まあ、とはいえ iPhone の人多いん で、iPhone の人の場合はもうそうですね、あの Google でレビューとか書いたことありますかって聞いて、あなんか前に書いたことあるよとかたまに書くよっていう人に頼むみたいな。本当なんか Google の ID とかメールアドレスなんやっていう人に頼んでると、でそもそも、もうパスワードわかんない時点で罪なんでこれはしょうがないもんね。あの、まあね、また時間の時に、ね、よかったらね、書いてくださいみたいな感じなんで、まあなんで、ね、Android の携帯、スマホの人か、まあ、もしくは、ね、Google マップにレビュー書いたことあるよみたいな、ね、そうやって答えてくれた人にはお願いするっていう形でね、まあやるのが一番現実的な、ラインっていう形になりますね。ということでね、南砺市、ね、福光の町中華といえば中のね、たまちゃんからねいただいた質問でした。というか